こんにちは、Tスタイルです。今日は茨城県にある筑波山を走りに行こうと思います。今高速の守谷サービスエリアっていうところにいるんですが、筑波山まで走って行って筑波山をドライブして、その様子をね、今日は動画にしていこうと思います。それでは行ってきます。はい、今回は関東のロングドライブの一コマとして筑波山を走ろうという、そういう感じになっているんですが、現在朝の6時、高速道路を走っています。こちらの柔らで降りて筑波山を目指していきます。筑波山、ここから30キロか40キロぐらい離れたところですかね。まあそこまでも早朝のドライブを楽しみながら行きたいなと思っています。柔ら550円です。多分左の方を走っていけば筑波山に着くと、そういった風になりますね。はい、現在国道294号線を走っています。ご覧のようにまっすぐ続く国道で、もう空港の滑走路みたいですね。離陸しそうです。で、右手にうっすらとね、山の輪郭が浮かび上がっているんですが、あれが多分筑波山になるんじゃないかと思います。このままね、まっすぐ行って筑波山の方に進んでいきたいと思います。はい、これから筑波山を走っていきます。思ったよりえぐかったな、これ。これ見た目よりえぐいぞ、これ。うわ。うお。ゆっくり走れば大丈夫だけど、うお。車庫端お断りみたいな感じですかね。1回目は普通にスーッといってガンガンやってしまった。これね、思ったよりすごいかまぼこですよ、これ。ほら。おい。車庫端はお断りですっていう強い意思表示を感じます。筑波山を眺めながら登っていくんですけど、どこがこうね、ピリッと締まったような、そんな雰囲気を感じますね。結構走りごたえのあるワインディングで、走り屋さんたちが好きそうな通り道ですね。このようにヘアピンカーブもあります。ヘアピンカーブの後は決まってこう上り勾配がきついですね。まあ競って走ってるわけじゃないんですが、行き違う車もスポーツタイプの車が多いです。 S660 スイフトスポーツロータスエリーゼなんかとすれ違いました。今筑波山山頂のツツジヶ丘駐車場に着きました。ロープウェイがあって筑波山の山頂まで行けます。そして面白い建物がありますね。少しね、あそこが気になるので、あそこに登ってみようと思います。
うわすっごめちゃめちゃ眺めがいいな。関東平野が一望できますね。コーヒーを飲もうかな。はい、それでは筑波山に乾杯。今日はロープウェイには乗ってないんですが、そこのガマガエルの駐車場からもすっげー綺麗な景色が見れたんで、とてもおすすめな場所です。で、筑波山満喫したので、そろそろ下山しようと思います。初めて筑波山走ってたんですけど、やっぱ初めて走る峠とかは楽しいですね。それとマックスコーヒーも美味しいです。皆さんも知らない峠ありましたらぜひ走ってみてください。あと関東に来た際はぜひマックスコーヒーも飲んでみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。